おはようございます。速稼塾の久保でございます。今日はテーマを2つお届けします。1つは YouTube、 1つは例のやつですね。YouTube に関しましてですけども、今月のね、11月の私の報酬結構ね高くなったんですよ。私大体ね、毎月5万円から10万円の間って言いましたけども、その10万円の天井の方が今月11月来てるんですよね。でこれは何でかっていうと、まあテストをしたところもあるんですけども、私はですね、他の人の動画を結構この11月は紹介していたと思うんですよ。もちろん心からこの人の動画いいなと思ったから紹介したんですけども、大きくは2つですよね。花屋龍馬さんって方、そして後半に入ってくると勝山安次郎さんね、この2人の方を中心に紹介したわけなんですけども、その他も日々ですね、皆さんのね、私の YouTube 員さんの動画を紹介してまいりました。でここでね、なんで紹介すると報酬が高いと思えるのかってことです。これは私の想像なんですけども、やっぱりね、人の動画の紹介、いわゆる紹介報酬も入るんではないかなと思うんですよ。 YouTube ってのもやっぱり SNS ですから、交流を盛んにしようと思っている人にこうやって報酬がね、ちょっとね高めに入るんじゃないかな、紹介料が入るんじゃないかなっていう気がしています。もちろんこれね、何の裏付けもありません。なんとなくそう感じてるだけです。なぜなら私の動画の再生数って100から200なんですよね、いつも。まあほとんどね毎日やってるとは言っても、100から200の動画再生でなんかね、その10万円近くっていうのはなかなか今まで私の YouTube やってもないんですよね。再生数が圧倒的にね、1000とか1万っていうのを、まあ数本とか乱発してる時は別なんですけども、そうではなくて、もうこれ11月ってブレイクがないですから、私はだいたいどの動画も100から200で、ひどい時には100を切ってるというね、そういうのが乱発してるわけなんですよ。でそういうので10万円前後取れるっていうのは、おそらく人の動画を紹介してるからなんだろうなっていうふうに感じてます。これからもね、検証を繰り返していきたいと思いますけども、皆さんも YouTube の方、そういう稼ぎ方があるんだっていうふうにね、いろんなことを探していく。まだまだ私は YouTube の、私たちはね、 YouTube のことをまだ理解するわけではありませんからね。それではね、まずはチャンネル登録者数1000人、そして再生時間もね、4万時間でしたっけね、4000時間でしたっけね、忘れましたけども、その辺行ってみようかと思います。まあチャンネル登録者数が1000人以上突破すれば、再生時間は問題なく突破してますので、チャンネル登録者数を1000人にすることをまずは目指していきたいかなと思います。まあチャンネル登録がね、まず100人前後の方、全然ね希望しないでください。もうね 10% 来てるってことなんですよ。まあそんなに遠くないですよ。その100人まで来た力で1000人までも同じようにいけますんで、多くの方の動画を紹介して、そして世のため、人のためになる人の動画を紹介してあげるってことで、誰かに尽くしていくと、必ず自分の動画の再生数、それからチャンネル登録者にも返ってくると私は思っております。それではですね、例のやつについての連絡ですけども、来月12月か今月か今月、会長に、ね、会うよということをお話ししまして、で多くの方からね、これを伝えててくれってことで、かなりね長いメールをたくさんいただきました。非常にお気持ち、分かるところばかりでございますけども、すいませんけども、ね、これはね、私あの会長とみっちり面談で2時間3時間いただいてるわけではないんですよね。事業説明会に来られるよってことなんで、そこに私が行くだけなんですよ。だからね、他の方もいらっしゃるんで、私の質問って1個か2個なんですよ。時間にして2分か3分できればいい方かなと思いますんで、厳選した一つの質問しか届けられないってことになりますんで、その辺をちょっとね、ご想像いただいて、長文で来られてもちょっと難しいなと思います。まあ逆にですね、こう言ったらね、募集しといてなんだよって言われるかもしれませんけども、それほどまで思いがあるんだったら、やっぱりね、直接届けた方がいいと思います。まあ中にはね、仕事で忙しいとか、他の用事があっていけないって方がいらっしゃいますけども、これ、自分のお金のためにやるわけですからね。で、私に委託するってことは、人任せになるというふうに判断されるかれないかなと思うんで、やっぱりね、自分のことなんだと捉えていった方が、私が間に入るよりは結構インパクトがあるんではないかなと思いますけどね。もちろん私がね、そういうのめんどくさいから、間に入るのめんどくさいからって言ってるわけじゃないんですよ。もう私はやるのは全然構わないんですけども、時間的にできない時、状況的にできないことと、あと私が他の人の代弁をする以上、私自身のことを言うよりも、やっぱ受け取る人の熱量って、受け取る人がね、どのぐらい感じていただけるかなと思ったら、まあ多分なんで本人が言わないのみたいなことにならないかなとちょっと懸念してますよね。まあ、いずれにしても、まだね、皆さんの申したいこと、言いたいこと、別に私は受け付けておりますんで、その中でね、皆さんのほとんどの言葉は届けられないと思います。本当にね、会話をするにしても、手を挙げて、こうなんですけどって、せいぜいね、ほんと2分か3分のやり取りになると思いますんで、その辺を鑑みてですね、コンパクトに、で、これだけはお願い
ていうものを1個にしていただいた方がいいのかなと思います。なんか中にはね、読むだけでも20分ぐらいかかるようなメールが届いてますけども、読むだけでもですよ多分それはもうね、ちょっと考えてください難しいと思います。はい、以上でございます。それでは失礼します。